眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、今回ですね。はい。視聴者の方からコメントたくさんいただきまして。うんうん、ね、いつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。もうなんて俺言って言えばいいんだかわかんない。なんかはい、あれですね、安眠 T シャツ、オリジナルグッズを作って、それを、コメントいただいた方、1名の、1000名いや、1万名もう、ほんと先生もめんどくさい。それもう、ほんと信じる人、普通にいますから、ほんとにやめていただきたい。なんかこう、これ、例えば、プリントにね、これを着れば寝れる。はいっていう。いや、もう余計ないじゃないですか、そんなの。この T シャツ、なんかさ、そういえばね。はい。あれ、最近ね、ある安眠チャンネル、聞いて私寝てるんですけど。うん、またあるさ、お面さんのやつね。で、私も寝れなくて。はい。ね、だからその、なんつうのかな、もう本当にね、これ、安眠チャンネル、こう、やっぱ寝れるんですよね、あれ不思議と。いやいやいや、まあまあまあ。まあ、聞きましたけど、すごい、まあ、心地よい声で。そう、だからね。はいはい。そう。で、なんか、馴れ初めの会があってね、その、うん、旦那さんとの馴れ初めの話してる中でね、うん、旦那さんとこんな遊び、したんで、愛してるよゲームっていうのがあって。で、愛してるゲームってのは何かって言ったら、うん、お互いに目を見つめ合って、うん、愛してるよってずっと言い続けるんですって。で、こっちが愛してるよって言ったら、向こうが愛してるよって言って。で、笑った方が負け。目そらしても負け。これ。うわーって思った。いや、違う。男同士じゃないですよ。いや、わかりますよ。男女で、それやってて、はいはい、そう。で、そうそう、ね。そうなんだ。そう、私、それでね、ちょっとハマっちゃった。落ちちゃったっておっしゃってて、あ確かにと思って。いや、全然。いや、もうその二人の感覚おかしいです。その方もおかしいし、太田先生もおかしいし。いや、だからそうね、だから私、安眠 T シャツっていうのは、はい、もうプリントがね、こうしてあって、ほ、うんうん、いで、ここになんかこうね、なんていうか、プラスとマイナスあって、女性にマイナス、うん、こっち男性プラス書いて、うんうん、それでこれとこれをここくっつけると、うん、来た状態でこうくっつけると、うん、幸せになれるかなんか言ってでくっつけてるうちになんか二人とも幸せになっちゃったみたいな、そういう T シャツ作る。いや、もう本当に気持ち悪い言ってることがとかもうあれだよ、こういう T シャツあるんだけどさ、ちょっと着てみない？なんかこれ、そうなの？これ着てみ、これ着て、これこうやってこことここくっつけるといいんですってよとかって言って。え？そう。え、どうやってくっつけるの？いや、こうやってよ、つって。え？どうやって？いや、こっち来てからん？こういう感じで。あ、いつの間にかこう、え、何これ？これ、え、何してるの？あなた？とかみたいな感じで。胸と胸をくっつけ合うのね、そうやってね。だからね、とにかくさ、うん、そういう理由を作ってあげるっていうのが大切ってことですよ、これ。あ、もう全然意味わかんないです。そんなことより紹介していいですか？すいません、失礼しました。コメント。はい、コメント。ですね。はい、なんか質問が来てましてですね。サイガーさんということで、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダー。ああ、面白い。どれもそれぞれ最終的に、宇宙を内包する存在へとなっていますが、うん、これが、シン、イコール神なのかな、うんうん、考察をお願いします、うん、ということです。ああ。あ、考察？これ私たちの意見でよろしいんですかね？まあ私たちというか、まあ堀田先生ですかね。ね。うん。いや、責任を全部私に覆いかぶさないでください。バレました。うん。いや、じゃあ、本当、はいはい、恐れながら、ね、うんうん、お伝えすると、シン・ゴジラは神っていう部分は含まれていると私は思ってます。ただ、シン・ウルトラマンとシン・仮面ライダーのシンはまた違います。だしって言うならば、ゴジラはね、うん、やっぱり巨神兵なんですよ、あれ。世の中を一掃する、まあ変な話、ホピ族の予言の中に出てくるね、うんうん、第一の、破壊、第二の破壊、第三の破壊、うん、それぞれすべて、神の
破壊、神による破壊じゃないですか。巨神兵なんですよ、あれまさに。で、ゴジラというのはそうなんですよ。だからみんなに、人類がね、作った、まあ、原子爆弾、その核兵器に汚染された、その核兵器によって生まれてしまった怪獣でしょ、ゴジラって。で、それによって、その、人類が作った核兵器、それに対する報復なんですよね。神じゃないですか、まさに、はいはいはい、うん。そういう意味合いも含めて、うん、それは庵野さんだけじゃなくて、もともと、つぶらやさん、つぶらや英二さんがゴジラ作った時に、うん、このゴジラっていうのは、ゴッド、つまり神なんですよ。それとクジラを組み合わせてゴジラにしてるんですよ。だから神まさにこの本当の真ゴジラ、本当のゴジラっていう意味合いもあるし、神のゴジラっていう意味合いもあるのは、これは昔からそうです、そうなんです。だからそこにちょっとね、この新ウルトラマンっていうのが入ってきて、少しこう、あ、ウルトラマンって神なんだ、宇宙人なんだ、そうだねって、神様ってもともと宇宙人なんだねっていうのは、徐々に最近明らかにされてきてると私は思ってます。はい、そうなんですよ。神って、ね、何なのかって言ったら、あれって宇宙人なんです。じゃあ、日蓮さんや、お釈迦様やイエス・キリストさんって何なの？神の使いなんですよ。そしてそれは宇宙人の使いなんです。そうです。なるほどね。はい。アヌンナキ。アヌンナキ聞いたことある。はい、それです。ちょっとそれで話がそれちゃった。失礼いたしました。はいはい、神なのかって言ったら、はい、シン・ゴジラは神です。ウルトラマンも少し入ってます。でも仮面ライダーは違いますと私が見解します。なるほどね、いやー、わかりました。ごめんなさい、はい、すいませんでした。あ、そしてね、このね、結構安眠 T シャツプレゼントって言ったら、しませんよ、しませんからね。結構、何でしたっけ、宇宙人を、はい、見たっていう回あったじゃないですか。紹介する回。ああ、見ましたね。確かにね。ね。見ましたね。あれ、私が宇宙人呼んだ回って。あ、じゃあね。もしかしてアップしました、しちゃいました、あれ。しましたね。うわ、やば。あ、ダメだって。俺はね、言われたの、後で。あの、宇宙人呼んだ回、あれはアップしないでねって言われてんの。実は。そうなんだ。うん、あ、知ったか。まね、誰に。ね、まあいいや。紹介させてください。失礼しました。あの回に。関谷君、ここカットね。今のところはね、さすがにこれまずいわ。いやいやいや、そんなにまずくないわ。関谷君、いやいやいや、そんな別に大丈夫だ。いや、それでね、うん、結構、自分も見たよって。自分も、そういう体験したよって教えてくれる視聴者の方、すごく何人もいらっしゃって。ああ、そうですね。それがやっぱりね、本物っぽいんですよ。しかもなんかね、そう、なんかね、杉山さんっていう、よく書き込んでくれる方いるじゃないですか。杉ちゃん、ね、うん、杉ちゃん、年上だから。私も30年前にカリフォルニア在住時に、気配がするなと思って、ベッドの左側を見ると、150センチぐらいの白黒のテレビの砂の嵐みたいな三角頭巾の二人組が、私を見て、こいつじゃないと言った後に気を失いました。あ、そっちの宇宙人見てんだ。三角頭巾の方はちょっとね、あんまりこう友好的じゃない宇宙人で気をつけた方がいいですよ。そうなんだ。うん。この続きあります。はい、左腕前腕部に米粒みたいなものが今でもインプラントされています。うんうん、その後、麻布十番でそのチップの部分が腫れたと思ったら、うん、新型に入れ替えられたと思います。そして去年の10月に南青山で昼寝をしていたら、うん、なんと右大腿部に12センチの傷と10針の縫い目もありました。ちゃんと写メして保存してあります。すべて実話です、うん。すごくないこれ。これちょっとあんま触れるのやめた方がいいかもしれないな。すごいですね、ちょっとね、三角頭巾の日か、なるほどね。え、わかるの？まあちょっとね。
なんで笑ってるんですか、なんで笑ってるんですか、また信じてないんでしょう。なんでそういうことバカにするかな。いやいや、バカにするっていうか、嫌だな。いやいや、先生。そうなんだ。じゃあ次行きますね。はい。佐藤さん、という方です。いつも楽しく拝聴しています。すっかりお二人のファンです。ありがとうございます。神様や幽霊や精霊が見える人はいつまでも子供の心を忘れてない人ではないでしょうか。そうですね。子供も小さい時はよく見えたりし、見えたりして大きくなったら見えなくなったってよく聞きますよね。ちなみに私も UFO と幽霊を見たことありますですね。本当でしょうね、この人もね。そうでしょうね。続いて、ちなみに私もね、子供の時はね、よく、やっぱり、見ましたよ。しょっちゅう見ましたよ。そうなんだ。しょっちゅう壁に向かって話しかけてるっていう親にも言ってて、誰と話してんのなんて言って。で、誰と話してんのって言ったら、誰とは言わないんだけど、今日雨が降るからかわいそうだねとかって言うわけですよ。へえ。なんでわかんの？天気予報晴れって言ってるよって言ったら本当に雨降ってきたりとか。へえ。もうそれしょっちゅうなんで、しまいには天気予報を見ずに、僕にこう聞く、親が聞くようになりました。そうなんだ。だけどやっぱりもうその神通力もないですけど。あ、やっぱ本当にそうなんだ。そう、本当の話。もう当たり前みたいですよ、それ。へえ。のぶみさんのなんかね、体内記憶なんて言って子供の、そのなんかこうね、体内の記憶とか、前世の記憶だったりとか、そういう話なんか、私はね、そういう話、ああ、やっぱあるんだなと思いますけど、ね。じゃあ次いきます。麦畑さん。はい。いつもありがとうございます。見てます。コメントをね。コメント見てます。あ、いつも見てるからね。先生もちゃんと見てくれてるんですか、ありがとうございます。麦畑さん。はい。小人は見たことあります。あ、はい、大阪の住之江で、阪神高速の高架の支柱に隠れてるのを見ました。大きさは、そうなんだ。幼児ぐらいで、顔は目が大きくクリクリしたおじいさんで。うん、そう、おじいさんなんだよ、やっぱり。そうなの。シワが、シワシワのおじいさんなの。あ、そうなんだ。そうなんですよ。緑の三角形の帽子をかぶって、で灰色のセーター着てました、はい。これは冗談じゃなく本当の話です。でも絶対本当じゃないですか、こんなの。本当ですよね。本当じゃない人がこれ書いたとしたらちょっと相当相当言っちゃってる。やばい人ですよね。すごい。そういう人じゃないじゃないですか、麦畑さんって。そういう、そうです。そうそうそう、だから本当なんだろうな。本当なんですよ。神社ってよく見るっていう方はいらっしゃるけど、そういう場所でもいる見るんですね。でも、だから、小人っていうぐらいだから、本当に、本当にちっちゃいんでしょうね。すごくないですか、これ。ね。結構身近って言うとあれだけど、たくさんいるんだなと思って。そう、日本の昔からの妖怪で、コロボックルっていう妖怪がいるんです。これも小人なんですよ。水木しげるさんの妖怪図鑑なんかでよくね、した時見てたけど、なんかこの間も小人の話してる時に、あ、それコロボックルですねっていうコメントいただきましたよね。ああ、そうなんだ。すごい話です。うん、続いて、ポダピーチャンネルさん。何ですか？ポダピーチャンネルさんです。ポダピー？はい。うん。はい。いつも楽しく拝聴させていただいてます。こちらこそです。ありがとうございます。アミン T シャツ。いや、だから、あげないですからね、本当に。しかも、ポダピーチャンネルさん最近聞き始めたからですから、そういうの信じますから。ああ、はい、あのね。失礼です。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。うん、私も UFO とか大好きなんですが、見たことがないのですが、30年前ですか。ふと空を見たら、四角の白い雲がありまして、なんだろうと見ていたら、その四角の白い雲が、一つが二つに、二つが四つに、その後、空に白い雲もブロックが一面に広がっていったんです。ですが、その時は全く何だろうと思って仕事に戻り、そのまま忘れてましたが、UFO とかは思い込みですが、金属的なイメージでその時は全く UFO とか思わなかったんですが、今思えば UFO だったのかなって、30年過ぎて今思ってますが、でも不思議なんですが、これは本当に見たのか、自分を疑って、でも現実にあったことだと思いますが、同じ現象を見た方がいたら、一人でもいたら、やっぱりあれは現実だったんだなと思えて嬉しいな。これからも頑張ってください。みたいな感じです。
まあ、これからね、ちょっとこういろんなことが起きてくると思います、はっきり言って。今年から来年にかけて。うん、で、それまでの間、UFO はいろんなところに現れてきます。今まで以上に、うん、UFO を信じなかった人も多分見れるような時代になってくると私は思ってます。いろんなところに出てくると思います。うん、まあ、変な話、ほら、東日本震災の時に、結構各地で UFO って、頻繁に目撃情報は上がったでしょ。まあ、あの、新宿なんかでも来ましたね。たくさんの豆粒、白い粒がね、たくさんこう出てきましたでしょ。あのね、それってね、そのね、起きる前と起きた後に来るんです。だからね、いろんなことの予兆にもなるんですよね。なるほどね。感じですね。ミニ T シャツを着たいと思います。で、まあちょっとこの辺かな、この辺かな、はい、目撃情報っていうのはそれぐらいですかね。はい、うん。それで、まあそれとは別で、ちょっと気になった、私が気になったコメントも紹介させてください。はい、無敵ライダーさんっていう、ね。ありがとうございます。ありがとうございます、いつも、うん。両手にティッシュを軽く握って寝ると気づかないうちに眠れるらしいです。あ、これ本当ですよ。え、そうなんだ。あ、これ、そうです。へー、うん、まずね、あの、で、あの、まあね、多分ご存知の方はご存知かと思って、寝るときってね、体の体温っていうのは、徐々にこう下がってくるんですよ。ただ、手のひらと足が熱くなってくるんです。その時に発汗するんですよね、手のひらがね。そこをティッシュ握っとくと、こうティッシュがこう、汗吸い取ってくれる。非常にね、気持ちかなーっていう気持ちよさそうだなーっていう感じで。あ、そうなんだ。はい、やったことないですけどね。だ、多分ね、ネピアかクリネックスがよろしいかなと思いますね。なるほどね、あ、そうなんだ、わかりました、ありがとうございます。あと地震が来た時にちょっとあのフルタイムだったらやだな、フルティーンだったらやだなっていうことを散々おっしゃってるじゃないですか。フルタイムね。お風呂タイムね。うん、いやいや、そんな言い方してないですよ。うん、それに関連する、うん、コメントですね。キラリさんという方は、うん、あ、違う。ごめんなさい。はい、コージさん、うん、コージ S さんって、うん、実際体験されてみたんですよ。普通に便所から出られないよ。うん、東日本大震災の時そのままし続けたんですって。絶対いるはずですもんね。トイレ行ってる最中に。絶対いるでしょ。ね。絶対いるのに、あれ上がってないのなんだろう。上がってない。上がって、そういう話出てこないじゃん。いや、それしないでしょ。なんで？いや、あの時してたんですって。なかなかできないでしょ。ちょっとそんな自分の下の話ですよ、だって。だからあれ流れなかったらやだね。確かに。だって、いきなり断水とかになるわけでしょ。確かに。揺れたーっつって、やっばーっつってどうするんですかね。それ余計言えないな、人に。切らないとって。で、切れなかった時に、切れない状態を人に伝えることになるわけでしょ。いや、めちゃくちゃ。ってことは何？ってことは何？今、その後ろについてるわけみたいなこと。いや、確かに。うわー、言いたくないわ。確かに言えないわ。だから結構隠してるわけだ。まあでも、まあ、小路さんはそうじゃないと思うんですけど、そういう方もいらっしゃいますよね、多分、ね。女性は特に言えないわ。ね。うわ、かわいそう。なんか想像しただけでなんか、うん、ダメだな、私、ちょっとそういう、こう、感受性が強すぎて、そういうのはちょっと苦手だわ。辛いわ。では、次最後にしましょうかな。次最後で。キラリさんという方。うん、これはあの、単なる感想なんですけど、はい。トイレに入って、代弁してるときに、うん、お地震来たら止まるこれ。いや、私ね、一番これなんですよ。これが一番気になる。うん、はっきり言って気になる。うんうん、あれ、なんかもう途中でこうなんていうの、切れるやつ、非常用のヘラみたいなのをトイレに設置しといて、うん、いざとなった時はこのヘラを取り出して、ヘラでここで、こう、綺麗にこう、途中でこう切るっていう。横で見ててもわかんないです。横で見ててもこうとかやってて、これ、動画だったら余計わかんないじゃん。言ってることわかりませんとか、途中で、あれ、ほら、止まるのかなってことでしょ、うん、それとも出ちゃう。うんちしてる最中に、揺れるわけじゃないですか。うん、で、うん
血がこうやって横にこう左右にこう。もう本当に。ね、でこのそこをヘラで切るわけです。切るのね。そのヘラがないわけですよ。はいはいはい。だから非常用のヘラを、そのまんこう、やべえ、だから揺れたと思ったら、このヘラの前にガラスがついてて、そこをパリンってこう割って、で、そこのヘラを取り出して、この、入れると、くっつってこうやって。先生、ふざけすぎです。まあ、とにかく死に様としてパンツはあげたいという。あげたいわ。もう、本当に。ね、いや、これね、ほんと私すごい深刻なのは、もういつも言うんで、お風呂入ってる時に、来るって、お風呂出た後に何するかっていう。まずね、揺れ、お風呂入ってる時に最悪の状態って、まずシャンプーですよ。うんうんうん、シャンプーしてる時に揺れましたっつったら、まず流さなきゃいけないでしょ。いや、ほんとそうですよ。ね？ね。うん。断水しなくても、まずこれ全部泡を取らなきゃいけない。いや、そうだよな。これ大変ですよ。これ泡取って、で、取り切らない状態で上がりたくない。そんで、もう、まあ、とりあえずこれ、まずこれからやらなきゃいけないことで、体を拭くこと。うん、で、パンティーを履くこと。女の人限定なんだ。ね、うん、で、パンティーを履く。うん、で、その後、うん、まあ、女性はね、その後、一言も二言もあるんでしょうけど、まあ、すぐそう T シャツ着て、ほいで、まあ、いろいろこう、何を着ていくかなって決めなきゃいけないわけじゃないですか。もう先がない。先がでも、先に体拭くんでしょうね、多分おそらくね。いくらシャンプーしてても。そうじゃないですか、多分。いやだって、逃げなきゃいけないかもしれないんだもん、だって。それだって、頭の中に頭に泡ついてるぐらい別にもういいって感じじゃないですか、多分。そうなんだ。最悪だね。いやだ、そういう感じですよ。大震災って。大震災、辛いね、うん。なんかいい方法ないかな。もう、パッとこう、とりあえずビニールかかぶって、シャンプーハットみたいな感じで。ここもそんなに膨らませなくて大丈夫です。いやいや、だからもう。時間ももう時間ですし。だからね、本当にもうそれだけすごい気になる。シャンプーハットをこうって。いや、わかりました、先生。安眠。本当今日もありがとうございました、先生。じゃあ、おやすみなさい。安眠。いや、だから先生もういい。おやすみなさい。おやすみなさい。